クション。上空のヘリからスタジアムへ、今日対戦する日本と西ドイツ、そして開催国フランスの国旗をあしらったパラシュートが降下します。ミーティングといってもここまで来た以上もう何も言うことはない。今まで通り精一杯のサッカーを見せてくれ、それだけ。そしてこの試合からゴールキーパーには若林源三、お前を起用する。監督、俺はこの大会には、それに俺はディフェンダーとの連携も練習していませんし。若林さんしかいませんよ。若島津が怪我で出られない以上、今日の試合ゴールを守れるのは若林さんしかいません。しかし俺を心よくなく思っているやつだっているだろう。俺は聞いちまったんだよ若林。お前は俺たちを強くするためにわざと憎まれ役を買って出たんだ。自分を犠牲にしてこの全日本ジュニアユースを強くするためにお前はずっと動いてきたんだ。若林、そうだったのか。どうするんだ若林。最初からの予定通りこの大会には出ないんだ。資料作成だけでお前の仕事は終わりなのか。現像分かった。出るぞ。俺は出る。そして出るからには必ず勝つぞ。俺たちは優勝するんだ。よろしく頼むぜキャプテン翼。こちらこそ若林君。いいかみんな、シュナイダーに送られるパスはできるだけ阻止するんだ。それとゴールキーパーのデューター・ミューラー、やつの資料は全くない。この試合で見つけ出していくしかないんだ。中盤を制しシュナイダーのシュートを減らし、何本ものシュートをミューラーに打ち込む。そういう展開にしない限り俺たちに勝ち目はないんだ。頼むぞ翼。うん。さあみんな、時間が来たようだ。持てる力を全て発揮し、悔いの残らない試合をしてこい。よし、行くぞみんな。悔いの残らない試合をする一番の方法は試合に勝つことだ。西ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合インターナショナルカップ決勝のつもりで戦うぞ。さあ始まります第1回フランス国際ジュニアユース大会決勝、日本対西ドイツの一戦。場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。よろしく、いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ若林。とうとうチャンスが回ってきたな。勝負だ若林。シュナイダー、負けんぞ。さあ全日本対西ドイツ、世紀の一戦は間もなくキックオフです。西ドイツのキックオフ、試合開始です。シュナイダー君、シュートを打たない。途中で躊躇した。翼のバカ、あのキーパー全く隙がないから、どこに塗られてしまうとか。シュートを打つ前に伝わってくる。バカになっていてはダメだ。伝わなくても打つ。ゴールキーパーミューラーの弱点を見つけ出すためにも勝利への道はそれしかないんだ。ドライドライブシュートだ。翼のドライブシュート。あの人とミューラーはどう守るんだ。来ましたミューラー君。そのパワーで翼君のドライブシュート。
分防ぎました。ミューラー大した威力じゃないな。ミューラー君、それあっエゴビッキー君、パスを渡す。な、何ゴールを奪うにはどこに？膝を落としてガッチリ止めた。ボス、ミューラーの弱点に気づいた。いや、そんなことはない。何よりミューラーはその弱点をすでに克服している。もう別人ミューラーに資格はないんだ。まさか少佐、ヤツの股間抜けるかもしれんぞ。あくまで俺の勘だがな。ミューラー君、ここは他の選手に任せます。それスライダー君、ファイヤーショットでも2回に1回は止められてしまうんだろうな。しかし次は決めるぞ。俺が必ずゴールを奪ってみせる。はっ、おう松山君、パスを渡す。横に出した。よし、任せろ。よし、
面白いと思ったあの感じ、まさかこれは翼と日向心が通じ合わなければ打てないシュート。ライバル同士今は同じチーム、名パートナーになっているのか。あっと、これはライブシュートだ。リガーショット、シュートとタイガーショットの打開、これはドライブタイガーツインシュートだ。今世紀最大のシュートがついに爆発。ドライブシュートとタイガーショットの鋭い回転が引き起こすすごいボールの揺れだ。ミラ、降りるぞミューロ。シュートを止めたのか、ミューラー君。なに、みんな翼とヒューナのツインシュートまで。俺もまだまだ諦めはしないで、全日本のエーストライカーとしての面目にかけ、必ず奴からゴールを奪ってみせる。それ、あん、タイヤー君前に出した。佐野君、よし、ボールを奪った。パスを回します。それ翼君、よし、スピードに乗ったドリブル、パスで様子を見ます。先輩、任せろ。わかってるな、タキシ。あと今度は日向君と澤田君が同時にシュートに行く。東方ゴールデンペアによるオーバーヘッドとジャンピングボレーの合体シュート。そのシュートは俺には通用しないとさっき教えてやったはずだろう。こんなシュート簡単に。ボールを揺れながら大きく
くカーブ。これはシュートではなくパスだ。ヒューガさんと僕ではキック力に差があるんだ。だから当然ボールは曲がる。ここに三崎くんが飛び込む。これは最初からゴール前に走る三崎くんへのパスだった。三崎くんのダイビングヘッド炸裂。このボールをキャッチ。三崎くん持ちこたえろ。俺が行く。翼くん行け。三崎くんブロックされた三崎くんのダイビングヘッド。後ろからドロップキック。なんだと。翼くん三崎くんの体ごとストールに押し込んだ。やったぞ翼くん。ついにリューラーくんの牙城を突き破った。三崎くんの体ごと西ドイツのゴールへ。翼、お前ってやつは侮ったのに無理だ。そんなもの簡単に取れると判断した。その心の隙を突かれてる。まだお前は敵を侮るとこういう目に遭う。西ドイツのキックオフ。よし。ヒューガくん、よし。ボールを奪った。パスを回します。パスを出します。ここはパスを出した。沢田くん、パスを回す。センタリングを上げた。これはオフサイドです。西ドイツのフリーキックになります。よし。アラトゥー君、はっ。アリン君、任せろ。パスを出します。はっ。イーグルタックル。松山君、よし。ボールを奪った。ここは他の選手に任せます。よし。
何？マックス君、沢田君、よし、ボールを奪った。ファウル、これは通るか。どう？な、何？よし、アルドビンキー君、アスを渡す。チェスター君、アスを回す。
よし、それ伊崎くん、ここはパスを出した。佐野くん、ノーロープランだ。ミレウスくん、パスを回す。Yeah.
レーン。サッカー世界一の夢、バカしますキャプテン翼、翼くんがゴール前まで上がっている。イサキくんのセンタリングに合わせ飛び込んでいるのは翼くん。翼くんジャンピングボレー、あーっとシュナイダーくん思わずジャンピングボレーでブロック。待てだ、諦めないぞ。シュートブロックしただけで完全にはクリアしていない。ボールの中だ、生きている。どういう、再び落ちてくるボールに飛びつく。翼くんかシュナイダーくんか、どっちが早い。あー、これは翼くんが勝った。シュナイダーくん飛びつくは取れない。しかし高いシュートミスだ。いや、これはな、何、ドライブシュートだ。早くシュートを放ちながら、なおかつドライブ回転をかけていた。サッカーの天才、大空翼くんのジャンピングドライブシュートだ。あー、しかしゴールバーに当たった。惜しくもゴールならず。あー、翼くん、バーに当たって跳ね返ったボールをもう一度シュートに行く。前進へ行く翼くんの超低空オーバーヘッド。いけトップ、ボールがホップ、浮き上がった。ゴール西ドイツのキックオフ。よし、翼くんボールを奪った。止まる。
くっ。何？よし。誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。お
今フィールドでは熱戦を戦い終えた両キャプテンががっちり握手です。しかし悪いな、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜか俺たちの戦いは今始まったばかりだ。次はインターナショナルカップで会おう。今度は負けないぜ。うん。ただいまルッチャルから正式な結果発表が届きました。優勝はもちろん全日本ジュニアユース、準優勝は西ドイツジュニアユース、3位には地元フランスとウルグアイが入っています。そして注目の最優秀選手 MVP には翼大空、全日本ジュニアユースキャプテン大空翼くんが MVP 最優秀選手賞に輝きました。その翼くんに今大会会長ミッシェル・ルボー氏より優勝杯が手渡されました。今全日本が16歳以下ジュニアユースクラスのサッカー世界一に輝いたのです。やったぞ、全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利でした。おっと、どうやらこれからキャプテン翼くんの優勝スピーチが行われる模様です。皆さん、大きな声援どうもありがとうございました。この大会が始まる前にみんなで誓い合いました。頑張ってこの大会に優勝しようと、その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけどナンバーワンになったとは思っていません。なぜならこの大会にはサッカー王国と呼ばれるブラジルが参加していません。世界一を決める大会はインターナショナルカップです。僕たちの夢はそのインターナショナルカップで優勝することです。一生叶わない儚い夢かもしれない。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。優勝スピーチの後は全日本のビクトリーランです。翼、ロベルトがなんでここに。翼くん、優勝おめでとう。翼、見事だったぞ。ロベルト、卒業したらブラジルへ行くんだ。ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオ、そして今日この目ではっきりお前のプレーを見たぞ。どのプレーを取っても本当に見事だった。よくここまで成長したな翼。お前の世界一のサッカー選手になるのに俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。あ、もちろんだ。ずっと信じてた。サッカーをやって上手くなるね。中学を卒業したらブラジルへ行く。プロのサッカー選手になるために、一人前のプロサッカー選手になるまでは日本には戻らないつもりでいる。だからその時まで待っててくれなんて言えない。ましてや一緒に来てくれなんてことも俺には言えない。だけど今俺は
中澤さなえが好きだ。